坊屋春道がスズランに来て8日目、群雄割拠するカラスの学校で最大動員数を誇る坂東一派のドーム、坂東秀人の無期定が解けた。いくら頑張ったって勝てるわけねえだろ俺たちによ。3人揃って詫び入れろ。まあ久しぶりに会ったら随分おしゃべりになったな、このクソ野郎。ふざけんな。わかったよ。
お、すまねえ。そうだ。やあやあ。ああ、信じらんないよ。手加減はしねえぞ、この野郎。
かかってこいや、アホンダラ。おい、こら！